い、皆さんこんにちは。なんと一人でラジオマンキャッチでございます。外は雨を降っております。ですね、もう本日もですね、もうそろそろ帰国が近くなってまいりまして、もうギリギリギリで生活をしてるんですけども、うん、もう8月31日にはアメリカに戻るということなんですけどね、みーちゃんとずっとやってましたけど、今日は一人でやってラジオマンキャッチ楽しくね、総決算、言えないこと言えることになっちゃうことやってみたいと思いますので、楽しくいきましょうということで、うん、今現在ですね、新宿のホテルで一人でおります。もう朝です。もうとにかく、暑くなったり雨になったり台風だったり、日本もすごい大変なんですけどね。カリフォルニアはこんな雨が降ってないで大変ということですけど、気象情報いろいろあります。いろんなこと言いますけど、今日はバラエティの番組ですから、バラエティっぽく、神田さんのところ夏を振り返っていろいろ行ってみたいと思います。来週からはね、またみーちゃんとね、このラジオマンキャップ、どんどん楽しく行ってみたいと思いますので、ということで今日はブレイクを何があるか分かりません、日本について熱く語ります。総決算、それではラジオマンジョーク。いやね、2ヶ月長かったですよ。前半なんかもうね、去年の話みたい。本当ね、到着して本当に2、3週間でね、簡単にパッパッと取れると思ったら、なんとインターネット、ね、サーバー攻撃ってやつ。うん。それで、アメリカ大使館とか、アメリカの、ビザ発給関係のそのガバメント、政府が全部やられちゃったらしいんです。で、詳しくアメリカってのは余計なことは知る必要ないっていうんで教えてくれないので、あれですけど、どうにかこうにか、ですね、まあ、ビザの面接も終わりまして、うまくいっております。で、今年ね、重大ニュースじゃないですけどね、この夏のね、もう本当にいろいろあって面白い話をしますと、うん。まず、北海道行きましたね。あ、その前後にタイ行ってるんです。タイとかね、あと、長野、あと、キルガの合宿。もう、昔のことでしょ。で、まあ、合宿は延長線上でマジックのね、あれですから、また別のところでやるにしまして、長野の星、うん、僕ね、思うんですけど、星見に行って、一日はちょっと晴れた。で、星を見に行きたいという感覚すごく鋭いんだけど、ほんと鋭いですよ。ところが実際に行ってみると、星をほとんど見ないんですよね。不思議です。というのはね、僕ね、でっかい望遠鏡で見たい意識があるから、普通の星空とかちっちゃい望遠鏡で見る気全然ないんですよね。うん。それでも、まあ、とにかく何でもいいけど、うちのお袋とか、自分の高校時代の親友とかと一緒に行きまして、あと、田野くんとかね、それこそ、石塚明くん、今でも遊んでます、一緒に。はい。それと、名古屋の方が、川辺さんっていう人とかね、ちかちゃんとかね、まあ、いろいろ来て、結構大人数できました。現地の、人、ペンションの人とも非常に仲良くなったんですけど、石塚明くんの運転があんまりひどくて、うちのお袋が殺されそうになった事件とかいろいろあって、長野が終わって、そして北海道来ましたね。これが良かったですね、旭川。うん、旭川行ってもね、なんか健康ランドばっかり走ったみたいな感じなんですけど、たくさんの人たちとマジックやりましてね、そしていい友達、本当に、旭川のいい大親友みたいな、飯浜くんができて、これ嬉しいです、本当ね。今も一生懸命いろいろ練習してくれて楽しいですね。はい。それで、まあ帰ってきて、ずっと、それからですね、まあ名古屋行って、名古屋もね、名古屋でちょっといろいろあるんですけど、まあ、それでもね、久しぶりに丸山くんと飲んで、言いたい放題。うん、グッチさん、うん、頑張ってくれました。うん、楽しかったですね。ゆきゆきさん、ラーメン食べたいの元祖です、私にとってのね。なんかと楽しくやりまして。これで、途中から、こちらに戻ってきて、東京に戻って、そこから籠城東京ビジネスホテルです。もう、ずっとですよ。ね。でも、前見きさんだけじゃなくて、いろんな人と飲んで、それからゴールデン街行くようになっちゃって、このね、ゴールデン街がハマっちゃったんだよね。なんでだろう。本当にね、カウンターだけのとこなんですよ。で、女の子もいない。まあ、たまにアルバイト手伝ってくるんだけど、30代の兄ちゃんが店長でやってるだけのとこなんですけどね。ハマりましたね、いろいろ。まあ、楽しくそこでやらせてもらってまして、それでまた、このね、その東京ビジネスホテルで、その中心にいろいろやってます。うん。まあ、でもラジオマンジャックって言って面白い話題っていう提供するけど、ある意味では多少真面目にやるんですけどね。なんつうんすかね、もう洗濯も何回もしたし、普通ないですよ、今ね。こんなね、外で洗濯するなんてね。それで洗濯しすぎてパンツ破れちゃったとかね、これ秘密ですけど、あ、言っちゃったよ。うん。まあそんなことがあったり、まあいろいろやってます。で、暑さがもうすごくて37度7分東京。そんなことがあったと思えば、今は涼しくて、本当にいい感じですけど、台風が来てね、うん、なあ、東京ライフも楽しいってことですね。うん、で、これから、またね、帰るときにはもう本当ビザが出たんでって出てるはずなんで、うん、実は、これを収録してる今日、本日に、ビザが届くはずなんです。ビザっていうかパスポートとね、それができたらもう、まあ贅沢はできないので、でもビジネスクラスぐらいで行かないとね、行きはね、エコノミーだったんですよ。もうね、自分が住んであんまりお金使っちゃいけないからと思って。で、終わったんで、頑張ってみたいと思います。で、円とドルの関係が非常に、まあ今ね、
女子的にあんまり良くないんで、あの、行ったり来たりすごいですね。それで、僕がこの買える時点で、119円から8円、うん、台に下がってるので、ここでお金変えようと。うん。これをお金を変えて、要するに円からドルに変えるときは得る。うん。で、あの、いろいろね、あの、ポーチ作んなきゃいけないので、大変です。はい。ポーチっていうのは、忍者リングに入れるポーチ。はい。忍者リングのデザインもちゃんとお金出して、素材を買って組み立てました。もう、そんな感じです。あ、あとね、あ、そう、全然関係ないんだけど、千葉のマジックを楽しむ会に行ってきました。これも楽しかったですね。うん。やっぱり昔お世話になった方とか会って、マジック見せたんですけど、若いマニアの方が、私のことを実際に会ったことない人多いんですよ。本物だとかね。なんでこんなとこいるのといろんな嘘だと思ったとか。どういうこと嘘だと思ったってね。そんな感じで、ね、満喫しましたよ。ね、日本をね。もうしばらく帰ってこないで、なんて思っちゃってます。でも27日にはね、私のマジックショーとか31日にもいろいろあって、ああ、心置きなく日本を去れるなって感じですね。はい。で、当然変な話だけど、アメリカに帰ってからもう、マジックキャッシュのもう小数字入ってますんでね。いや、これはもう、頑張って働かなきゃ、働き返さなきゃいけないってことで、アメリカのマジックキャッシュの人たちにもね、ずっとお留守をしたので、お土産もいっぱい買ってありました。でね、お土産って面白いもんで、見てたんだけど、100円ショップやっぱ面白いですね。寿司のキーホルダーとか100円であるし、あと、マジック用投げテープとか、100円なんですよ。ね。だから、それって買ってったわ、もうあげたってすごいじゃないですか。日本の100円ショップやっぱクオリティ高いと思いましたね。うん。それ以外にもね、タイで買った像とかいろいろあるんだけど、まあこのお土産今回はもううんと買ってってみんなでばらまいて、うん。やろうと思うので、まだまだこれから100円ショップ行かなきゃいけないなっていう、今日この頃です。はい。まあね。はい。まあそんなわけで、まあ一人だとね、なかなか話すこともないんですけど、まあそれでも、総決算はやっぱり一人やらなきゃいけないってことで、ラジオマニアック。はい。あ、そうだ、辺野古集会、反対じゃなくて賛成辺野古集会っても言った。おかしいでしょ。で、ちょっと喋った。うん。で、反対ならいっぱいいるんだけど、賛成の辺野古集会ってのもおかしいですよ。で、百田さんとかね、来てて、なかなか面白い方で楽しかったですね。うん。それ以外はね、映画見たかな、こっちで。で、映画館は、本当に良くなかったんですけど、映画館って良くないんですよ、こっちの映画館ね。でも、それでもね、いい感じで映画たくさん見れまして、うん、これはまあ、ジョリーに首ったけどコーナーでね、いろいろ説明しましたけど、ミッションインポッシブル、もう随分前のようなイメージがありますけど、これはもう黙って面白いじゃないですか。ね。もう黙って何にも言うことなく面白いのがミッションインポッシブルで、それで、日本の一番長い日。これは日本の映画だって言って馬鹿にしたらとんでもない。もう内容もあるし、役者がね、戦争映画だけ日本人ってうまいなと思いましたね。うん。まあ、それは悪いことじゃないんですよ、僕は。僕は完全な、そうですね、日本人ですから、日本を、良い国だと思ってる人間なんでね。戦争したことだって別に僕は、日本が悪いとも思ってないし、まあ、その中で、まあ、映画としてはすごくわかりやすい。それが戦争だということね。元木君の天皇陛下、僕は最初反対だったんだけど、これも、うまかった。うん。で、その後、今度大統領見るわけですよ。はい。それはね、ビッグゲームって言ってね、これがね、サミエル・L・ジャクソンの、大統領うまいね。で、公約の子と一緒に、いろいろね、テロリストで大統領暗殺しようとするやつが逃げるんだけど、弱っちい大統領、しょうもない大統領の演出がうまいし、最後終わった時に、ポスターの絵になるような写真をみんなで撮って終わるとこあたりが、やっぱアメリカ映画だなと思いましたね。あ、映画の時間になっちゃった。まあ、そんな感じです。はい。で、まあ、火曜日の星の話はね、さっきちょっと触れましたけど、やっぱり星空、うん、いいですね。どんなことがあったって、今、宇宙に対してはね、もう本当、コロトにも成功しましたし、いろんなことをね、考えたら、日本もすごい貢献してるなって感じです。で、水曜日は当然ですね、もうムカつく話、辺野古から何かいっぱいあるので、言いまくりました。はい、そしてスポーツチャンネル。もうこれもね、水泳から始まってね、もう大相撲から始まったのかな、水泳。もうあらゆるところでいいイメージでしたね。うん。だから、なんだろうな、陸上競技もね、面白いし、やっぱりスポーツ、自分のね、コーナー、自分の昔のスポーツの話もしてますし、いい感じじゃないかと思いますね。そして商品チャンネルですよ。これはね、新幹線やったり、ホテルやったり、最近なんか車、ね、車なんか滅多に買わないでしょうけど、やっぱりね、買おうと思って見てるだけで楽しいと思いませんか？で、最近の傾向は、ほら、スーパーカーではなくて、日本のね、そういう車に対してのあれがすごいから、本当に日本ってすごいなと思いつつ、私も日本人として、マジシャンとして、最高のショーステージを、展開できればいいというふうに考えてますね。はい。まあ、そんなわけでね、パッと振り返ってみました。うん。あと、マジックのね、日曜日、魔法を信じる会。ね。これもですね、やっぱり実体験に、基づいて、自分のマジックとかそういうのを話しましたね。うん。やっぱりマジックは本業ですから、ここだけは話す内容が本当はいっぱいあります。うん。そんな感じで、まあ、この2ヶ月、長い、
本当に2ヶ月のホテル暮らしは大変です。ね。それでも、もう一応万全として、ビザを持ってアメリカに戻ります。ね。だから皆さんも一緒に、アメリカに来ることがあったとしたら、うん、アメリカで一緒に遊びましょうっていう形でマイク取ろうかな。うん、はい。いやー、まあね、いろいろくっちゃべりました。この2ヶ月間を足早に夏を語りました。今年の夏は、日本でしたということで、また来週、今度はハリウッドからお送りします。はい、さようなら、どうも。この番組は、あなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。